フレデリック・ウィリアム・エル・ウェルフレデリック・ウィリアム・エル・ウェルは、イギリスの画家。肖像画やインテリア、苦笑などを描いた。1932年には、ジョージ5世の肖像画を描き、また、サロン・ド・パリや、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに出品し、1938年には、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの会員となった。イースト・ライティング・オブ・ヨークシャーのビバリーに、木彫家のジェームズ。 エドワード・エルウェルの息子として生まれた。リンカーン・スクール・オブ・アート、アントワープのロイヤル・アカデミー、パリのアカデミー・ジュリアンで学び、1894年に、パリ・サロン、1895年にロイヤル・アカデミーに、初出品した。1931年には、王立肖像画家協会に選出され、1938年には、ロイヤル・アカデミーの会員に選ばれた。 また、王立油絵画家協会の会員でもあった。1938年には、ロイヤルアカデミー会員に選出され、王立油絵協会の会員でもあった。1936年のロイヤルアカデミー展を、表した、タイムズ紙は、彼の作品、ザ・ライング・ン・グイン・ステート、ウェストミンスター・ホールを、ご常時五世の埋葬に立ち会った人々の感情を、うまく表現していると、 好意的に評価しているが、それから22年後の同志は、彼の作品を魅力的というよりも説得力があると評し、彼をとりわけ家庭的な画家としている。彼の作品を購入したのは、チャントリービクエスト、シティオブハル、ウォーカーアートギャラリーなどであった。1858年2月3日、88歳で亡くなった。エルウェルは6人兄弟の末っ子だった。 父親のジェームス・エルウェルは家具職人であり、木彫家であり、ビバリーの市長を二度務めた。1914年には、エルウェルの友人であるオイルブローカーのジョージ・アルフレッド・ホームズの未亡人で、風景画やインテリアの画家であるメアリー・ドーソン・ビショップと結婚した。二人は長年、ビバリーバーに住んでいた。メアリーの安定した経済的地位のおかげで、フレッドは海外旅行や、 大陸の風景画を描くことができた。フレッドはビバリーのフリーマンとなり、ここで多くの作品を作曲した。また、趣味としてガーデニングを楽しんでいた。エルウェルは500点以上の絵画を制作し、亡くなる直前まで制作を続けた。ザラストパーチェスザビバリーアームスキッチンザオールドライブラリーキャッスルシュピー ザールカウンテスオブストラスマーキンホルン、インゼアードローイング、ルームアットグラムス、ポートレートオブキングジョージ V、マンウィズ、エーパイント、ザライングインステート、ウエストミンスターホール、ザファーストボームハット ABCD ウッド、クリストファー、ビィクショナリーオブブリティッシュアート、ボリューム4、ビクトリアンペインターズ、アイザテキスト、P159ABCD ドールマン、 ベルナール A Dictionary of Contemporary British Artists, 1929, P142 A.B. Waters, Grant M, Dictionary of British Artists, Working 1900から 1950, P105 Hat A.B. Spolding, Francis, Dictionary of British Art, Art Volume 6, 20th Century Painters and Sculptors, Pianist Shimon, 158から 59, ロイヤルアカデミーザ・ベネディクション・オブ・チャイナファースト・ノーティスザ・タイムズ二名1936 p15 アビチュアリーミスター・ FWLL、A ・エーペインター・オブ・ドメスキシティザ・タイムズ四ジャニュアリー1958 p11 イースト・ライディング・カウンシル・ミュージアム・コレクションズウェブサイトありがとうございます